3年越しのチヌトップみたいなねだったはずが、それが、はい、ちょっと台風が来ちゃってるんですかね。昨日の時点では、はい、もうやめとこうかなって、あさん、花田さんに電話したの、はい、ワンチャンあるかもしれないですよ。あはー、ワンチャンね。あそこに何かありますね。しかし何かこれはこれでたぎるものがありますね。なんかこう自然と戦っていく感が。そうなんだよ、俺たちはもともとこんなね文明社会に生きてなかったんだ。そのね祖先の本能をね思い起こして、おじいちゃんの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 おじいちゃんくらいの時のことを思い出して、ちょっとこの海と戦っていきたいと思います。まあ、戦えないんですけど。投げれないやん。あんなあの人いたら投げれないやん。やっぱ自然にはね、自然の摂理に逆らってはいけないね。2時12時、1時、2時、3時ね。もう分かんなくなっちゃってるよ。わーすげー、あ、俺今生きてます、生きてる実感がします。あー流木危ない、流木、あーなんか岩盤を感じた、怖い、手がかり怖い。この中からね、一匹の魚を釣るっていうね、ロマン。そして、マロン。まあ、栗ですね。まあゆっくり巻いてたらドンってくるんじゃないですかね。下りんとこで。いやー何だったんでしょうね今ね。今のは何だったんでしょうかね。すごい重かった。そしてね、生命感はなかったですね。怖いよ、いや怖い、もう予定を見て、終わります。失礼します。私いなくなります。ちょっとね、午後ね、別のあれがあるんですよね。仕事が入っててすいません、黒ひょうに託します。どんな感じですか今。
っぱい撮れましたよ。マジっすか。こう見る。もしかしてこの後ろの流木全部そうっす。まあ残すとこあと40分ぐらいですかね。釣れない動画を上げてしまうの久々かもわかんない。あーあかん、諦めた、あかん、あかん、あかん、諦めない、ネバーギブアップなんで。流木であれですかね、もうお後がよろしいようで。